湾岸協力会議特許庁は湾岸協力会議の加盟国であるペルシア湾岸のアラブ首長国連邦バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアの6カ国によって設立された地域特許庁である。1992年9月21日から22日にアブダビで開かれた湾岸協力会議首脳会議で承認された。 湾岸協力会議特許規則及び湾岸協力会議特許庁検証に基づいて設立され、1993年10月3日に受付業務を開始した。本部はサウジアラビアのリヤド。出願及び手続きは湾岸協力会議特許庁に対してアラビア語で行われる。GGC 特許を域内の国内出願と並存させることはできず。 国内出願は GCC 特許出願から90日以内に放棄しなければならない。湾岸協力会に特許庁が発行した特許は加盟国6カ国すべてで効力を有する。ありがとうございます。